誰でも自分のご飯を誰かに食べられてしまったら悲しくなりますね。海外の画像掲示板に投稿されたこの猫ちゃんは、ある侵入者によってご飯を横取りされてしまいました。ある日、いつものように猫のご飯を準備してあげた飼い主さん。しばらくして飼い猫の様子がおかしいことに気づき、玄関ポーチを確認しに行きました。なんとそこには野生のオポッサムがいたのです。そして当たり前のように猫のご飯を食べ始めたのです。ご飯を奪われてしまった猫は反撃に出るのでしょうか。自分の餌の目の前を陣取っていたオポッサムに困惑気味の猫。一方、オポッサムの方はというと、それが何かって顔をしています。むしゃむしゃと猫のご飯を食べているオポッサム。たまらなくなった猫は飼い主さんの方を見て、目で自分の置かれている状況を合図します。私のご飯が食べられてるの、ねえ助けてくださいよ。それでもアクションを起こさない飼い主にしびれを切らせた猫。あれは私のご飯なんですけど、飼い主さんってば。それでも動かない飼い主さん。ねえってば、のんきに写真とか撮ってないで。これ非常事態だから、お腹ペコペコなんですけど、聞いてますか？やばい、このままじゃ餓死するわと意を決した猫は、オポッサムが美味しくいただいている自分の餌を食べ始めることに。そのご飯は私のなんですけど、なんなら一緒に食べてもいいですか？なんとか餌を食べることに少しだけ成功したようですが、オポッサムが、ここにある餌は俺のもの、的なポーズを見せたのです。すると、突然の動きに猫は驚きました。ああ、ごめんなさい。どうぞお食べください。勇気を振り絞って話しかけたのに、オポッサムに睨まれてしまった猫は、怒った表情で飼い主さんを見つめるのでした。オポッサムといえば、死んだふりをする動物として有名です。外敵に遭遇した時に、本能的に死んだふりをして、横に倒れて舌を出すのだそうです。そんなオポッサムは、この時は猫の存在をどう見ていたのでしょうかね。少なくとも外敵とは見ていなかったのでしょうね。この後どうなったのかは分かりませんが、オポッサムのズーズーしさとは反対に、猫の助けを求める表情が何とも言えない表情をしていますね。またご飯を横取りされないように、これからは家の中に用意してあげてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。